アリー・ハサン・アルイコール・マジード、アリー・ハサン・アブ・ドゥル・マジードア、イコール・ティクリティ、アラビア語、リー・ハッサン・アブ・ッドアル・マジット・アル・ティクリティ、英語、リー・ハッサン・アブ・ッドアル・マジット・アル・タイクリッチ、1941年11月30日から2010年1月25日は、イラクの元政治家で、2003年4月まで、大統領顧問、バースト労働局長、 革命指導評議会メンバーバースト地域指導部メンバーバースト軍事局員であったサッダームフセインの父方いとこ日本ではアリハッサン・アル・マジドマジド元国防省と来れることが多い軍階級は陸軍中将外国メディアからは化学兵器を使用したことからケミカルアリーという異名をつけられた中東圏でもキマーウィー科学屋という 同じ意味のあだ名が付けられている。1941年、ティクリート近郊の村、アルイコールはウジャーに破産アルイコール、マジードの長男として生まれる。教育はほとんど受けておらず、1968年のバース島によるクーデター以前は、ハッパニーヤ基地で働く、陸軍特務総長として、オートバイ伝令兵を務めていたが、クーデター参加のために除隊。以後、 サッターム・フセインと共にバーストーの活動に加わる。一説によると軍への入隊期間は数週間にも満たなかったとも言われる。クーデター後は正式なバーストーイとなり、1973年までハマド・シハーブアイコール・ティクリーティー国防省の副官を務めていた。1976年にはバーストー地域指導部メンバーに選出され、1978年に バーストを軍事局長となった。1980年、内務省参加の秘密警察組織、総合治安局局長に就任し、警察国家体制の一翼を担う。1987年に、バーストを地域指導部のメンバー入りし、それと共に、党の北部局議長に任命され、主に中央政府に対して、武装闘争を起こしていた、クルド人勢力に対する鎮圧を指揮した。 アリーハさんは、軍、治安機関、軍情報機関等のイラク北部、クルディスタン地方でのすべての国家機関に対する、全権が与えられ、クルド住民に対して、戦闘員、非戦闘員にかかわらず徹底的に弾圧した。アンファール作戦と呼ばれる対クルド人、ゲリラ作戦は1987年から1988年に行われ、ゲリラに所属する者の,の即時処刑。 国軍による町や村の襲撃、農地の破壊、無差別爆撃、住民の最低住キャンプへの連行、強制移住、そして数カ所の村に対して毒ガス等の化学兵器を使用した攻撃まで行われた。最初の化学兵器による攻撃は1987年4月に確認されている。最も有名なのが1988年に起きたハラブジャ事件である。 ハラブジャでは4000人が死亡した。アリー・ハサンは1987年6月3日付の命令で、軍は作戦艦区内にいる人間、家畜を問わず、動くものはすべて殺害するようにと指示したとされている。また2年の間に15歳から50歳までの男性5万から10万を処刑したとされている。1988年8月末までに、イラク軍は、 クルディスタン地方全土を支配し、終えた。同地方の町の80%が破壊され、推定で6万人が殺害死亡したと言われている。このことから、アリーハさんはクルド人からクルドスタンの屠殺者と恐れられた。自身は情け容赦のない。残忍な性格であるという世間の評判を喜んでいたらしく、サッカームがクルド人ゲリラの遺族を国が支援してはどうかと語ると。 アリーハ・ハッサンは、いいや、私はブルドーザーを使って、あいつらを葬ると語ったとされる。1989年から1990年までは、地方行政大臣を務めた。1990年8月、イラクがクウェートに侵攻。アリー・ハッサンは、侵攻作戦の司令官として、同国侵攻を指揮した。同年8月から11月まで、 クウェート行政地区の知事に任命された。アリー・ハサンのここでの任務は、占領軍を使って、クウェート国民の対イラク抵抗運動を徹底して、封じ込めることだった。また、クウェートの王族の宮殿や屋敷にある、貴金属、宝石、現金等を略奪して、自分の懐を蓄えたとされる。しかし、国際社会との軍事的緊張が高まるとすぐに、サタームからバグダードに呼び戻され、 国の防衛計画策定作業に加わった。他国籍軍による空爆が始まると、首都からクウェートしてまでの幹線道路は空爆の標的になったため、その後クウェートに戻ることはなかった。湾岸戦争停戦後、南部でシーア派住民による反政府放棄1991インティファーダが、起こると、1991年3月に内務大臣に任命され、 共和国防衛隊による反乱弾圧を指揮した。この反乱鎮圧作戦は過熱を極めた残酷なものだった。女性や子供も含む何百人というシーア派住民が即刻処刑され、数千人に上るシーア派ウラマーが逮捕され、殺害された。囚われた住民は拷問を受けた後、戦車で引き殺されたり、生き埋めなどの残虐な殺され方をした。 カルガラー島にあるシーアハモスクや、性病も容赦なく破壊された。アリーハさんは、自身が反乱を制圧する様子を映像に記録しており、その中で戦闘ヘリコプターのパイロットに対して、全員焼き尽くした報告をするまで帰ってくるな。焼き尽くすまで帰ってくるんじゃないと命令する様子や、捕まった捕虜に自ら暴行を加えたり、尋問する様子が映っている。 これらの映像は後に各自バース島幹部に配布されたという。南部の反乱が平定されると、今度は同時期に同じく放棄したクルド人勢力の鎮圧に乗り出し、戦車や戦闘ヘリを使い制圧した。この時クルド人は、再度、アリー・ハさんによる虐殺と化学兵器使用を恐れ、トルコ国境まで逃亡した。1991年11月に、 国防大臣に就任、翌年2月には、タミー無検知事に任命される。1995年5月、イラクの一大部族集団、ドゥライミーバス出身の空軍幹部が、クーデター容疑で処刑されたことを契機による規模な反乱が発生。反乱は抑え込まれたものの、事件をすぐに鎮圧できなかった責任を問われ、アリーハッサンは国防省を隕石辞任させられた。しかし、 革命指導評議会メンバー及び党サラーフディーン、検視部長の地位には留任した。その数ヶ月後に、アリー・ハサンの老いであり、サッタームのいとこで、娘無子のフセイン・カーミルとサ・ム・カーミルが家族を連れて、隣国ヨルダンに亡命する事件が発生。一年後に二人は説得されて、帰国するが、サッタームは、アリーハさん・ハサンに一族の名誉を貶めたとして殺害するよう命じ。 激しい銃撃戦の末、二人の老いは殺害された。しかし、2002年には、もう一人のアリー・ハサンの老いが同じく、ヨルダンに亡命。彼もまた、帰国後に殺されている。1998年に、米領軍による砂漠の狐作戦が始まると、イラク軍の南部管区司令官に任命された。これはサッターームが、米軍の攻撃で再度、シーア派が放棄せぬよう。 すでに91年放棄の鎮圧で実績のあるアリーハさんを重宝した人事とみられる。1999年にアーヤトラーがナチャフで息子と共に暗殺された事件を契機に再度シーアハシントによる大規模な反政府放棄が発生した際にも弾圧を指揮し、バスラでは約120人を処刑したと言われる。サターム政権崩壊後に人権団体の調査で アリー・ハサンが処刑と遺体の埋葬を命じたという証言と命令書が発見されている。2003年、イラク戦争が開戦すると、アリー・ハサンは、米軍から、サッターム政権の中枢人物として、攻撃の標的にされ、彼が潜伏しているとする情報を得ると、標的となる拠点を精密誘導爆弾で、次々と空爆した。同年4月、英軍は、 アリー・ハサンを護衛らと共に、バスラの総合情報局支部の爆撃で死亡したと発表、ドナルド・ラムズフェルド国防長官も遺体の真を確認し、会見で本人に間違いないと断定した。しかし、6月にはそのラムズフェルドがアリー・ハサンが死亡したかは未確認と語り、前回の見解を軌道修正した。実際はアリー・ハサンはバスラではなく、 バグダード郊外におり、潜伏していた建物が爆撃された際に両足を負傷し、バグダード陥楽日まで市内の病院で静養していた。以来、この時から足が不自由になり、杖と車椅子が必需品となった。8月21日、アリー・ハサンはサーマッラーでアメリカ軍に拘束された。アリー・ハサンは2004年7月1日、イラク特別法廷にて、 人道に対する罪、大量虐殺罪、民族浄化などで訴追される。余震では、終始強気な態度で、アンダーの美名を唱えながら、邸内に入るや判事に、ぎんに挨拶し、クルド人への化学兵器使用などの罪状を、読み上げられると、罪状が軽いようなので、ハッピーだと軽口を叩き、いずれ私が無罪とわかると自信を見せたという。しかし、 余震前日の6月30日に面会したサーリムチャラビー特別法廷長官によると、アリー・ハサンは震えながら疲れたと繰り返し言っていたという。2006年にはアンファール作戦の事例を裁くイラク高等法廷の後半に出廷し、陳述において当時、クルド人は中央政府に対して武装を放棄していたこと。 交戦国であるイランに協力していたことなどを挙げ、あくまでクルド人武装組織を標的としたタイゲリラ作戦であると正当性を主張し、一般市民に対する化学兵器使用についても無罪を主張した。しかし、2007年1月8日の後半で検察側がサンタームとアリーハさんが軍公官や政権幹部と電話で会談する様子を録音したテープを公開。 テープは1991年に政権に放棄したクルド人ゲリラがキルクークを占領した際に手に入れたものでテープには私は化学兵器を使用して彼らクルド人を全員殺す誰が何を非難する国際社会画家クソくらえだと話すアリーハさんの声と暴毒マスクをつけない人々にはそれ化学兵器は非常に効果的だと話すサッダームの声が記録されてた もう一つのテープには、サッタームが、クルド人数千人を一掃して意図的に、気が状態にし、最終的にクルド人が、自発的に国外に立ち去るまでは弾圧の手を、緩めないように厳命している様子や、アリハさんが当時、クルド人勢力の指導者だった、ジャラルタ・ラバに、現大統領を、横島な紐と呼んで罵倒し、クルド人ゲリラを捕まえ次第、即刻処刑するといった、 会話の内容が録音されていたこれについて、アリー・ハさんは、テープの会話にある捕虜の即時処刑やクルド人に対する追放や殲滅といった言葉は、彼らに精神的打撃を与えるためと会話内容は認めたが、実際に一連の会話内容を実行したことについてはあくまでも否定し続けた。1月11日の後半で、アリー・ハさんは、 住民を移住させる命令は全て私の決定だと述べ、クルド人の強制移住や移動命令に応じなかった住民の処刑を命じたことを認めた。強制移住は自分に責任があり、独断だったとした上で、軍にはクルディスタンにいる者は誰でも捕らえて、捜査の後で殺害するよう指示したと述べた。また、28日の後半では、イラク北部には多数のイランの手先がおり、 これを孤立させなければならなかったと強制移住政策を正当化している。その後の後半では一貫して陳述を拒否した。4月2日、検察側はアリー・ハサンを含む被告5人に人道に対する罪、ジェノサイド罪において死刑を求刑した。アリー・ハサンは最終弁論で自分は化学兵器の使用を指示しなかった。もし、 実際に使用されたなら誰が命令を出して使用したのかはわからないと述べた。またアンファール作戦についてもクルド人がイラン軍のイラク領内の侵攻に協力していたのでそれを防ぐためと作戦の正当性を改めて主張した。また私は弁解はしない。謝罪もしない。間違ったことはしていないからだと強気の姿勢を最後まで崩さなかった。6月24日 イラク高等法廷は、アリー・ハサン・アルイコール・マジードに対して、ジェノサイド罪、人道に対する罪、戦争犯罪で死刑の判決を言い渡した。判決の朗読中、アリー・ハサンはかすかに体が震えていたが、朗読後、神に感謝とだけ述べた。7月14日、イラクのバルハム・サレフ副首相、クルドー人は、アリー・ハサンは、ハラブジャにて、 刑がが執行されるる可能性があると述べた8月21日、アリー・ハサンは1991インティファーダを弾圧する際、シーア派住民の虐殺を指揮命令したとして、他14人の被告と共に、人道に対する罪等の容疑で再度、イラク高等法廷に出廷した。アリー・ハサンは裁判長の人定質問に対して、私は、戦士アリー・ハサンあるイコール、 マジードと答えた。検察側は、アリーハさんが1991年の深夜派住民虐殺の実行責任者であり、自ら銃で少年を射殺するなど、数多くの住民虐殺を直接実行したと非難し、軍に対して動くものは何でも殺害するように命じたと述べた。また、検察側証人も出廷し、息子を殺されたという女性証人が、 アリー・ハサンがヘリコプターから彼女の息子をペルシア湾に突きとして殺害したのを生存者から聞いたと話し、アリー・ハサンに怒りをぶつける一幕もあった。一方、バスラ市内のサッカー場で息子を含む地元住民の銃殺をアリー・ハサンが命令するのを見たとの証言では、お前はどこでその様子を見てたのか、と声を荒らげて反論する場面も見られた。 2008年4月22日、アリー・ハサンの弁護を担当するアーリー・フ弁護士によると、4月18日からアリー・ハサンを含む1991年シーア派住民、虐殺事件の共同被告14人が、同事件の後半開始まで、米軍の拘置所から裁判所建物内部の狭い、独房に押し込められているとして、待遇改善を求める反訴を起こし、20日に、 アリーハ・ハッサンは心臓発作を起こし、同じ独房で暮らしているアブドゥルガニー・アブドゥルガフール、元内省と共に意識を失ったと述べた。米軍の医療施設に運び込まれたが、状態は安定し、23日に退院して、米軍工事施設に戻されたという。6月15日、アリー・ハッサンは、後半で弁論を行い、裁判長に対し、 検察側証人によるバスラの広場において平和的な反政府デモを無差別銃撃で鎮圧し、10代の少女を含む一般市民を殺害したという証言に対して反論。バスラでは平和的なデモは開かれておらず、ボートが偽の検問所を設けてイラク軍を襲撃していたこと、自分の任務が武装集団を排除することだったこと、また広場で自分が処刑するよう命じたのは広場にいた。 イラン人一人であり、自分はイラクへのイランの侵略を防いだと公弁したが、12月2日、高等法廷は1991年のシーア派住民大量虐殺の容疑で有罪とし、アリー・ハサンに対して死刑の判決を言い渡した。判決の朗読後、アリー・ハサンは、神に感謝とだけ話した。また、2008年4月29日には、1992年に、 食品価格を不正に値上げしたとして42人の商人の処刑を命令した容疑で裁判に出廷する予定であったが、アリーハさんが糖尿病と高血圧を患っており、健康を理由に今回は出廷を見送られ、2回目の後半から出廷、2009年3月11日に、高等法廷はアリーハさんに禁庫15年の刑を言い渡している。 2008年11月23日、1999年に、イラクのシーア派指導者の一人である死の暗殺事件を、刑機に発生したシーア派住民による、反政府放棄を弾圧し、大量虐殺を行ったとして、アリー・ハサンは、被告として出廷し、2009年3月2日、高等法廷は人道に対する罪などで有罪とし、アリー・ハサンに死刑判決を下した。 アリー・ハサンへの死刑判決はこれで3件目である。2009年1月26日に開かれたイラン・イラク戦争中に北部ファイリー村に住むシーアハクルド人、ファイリー・クルドを組織的に迫害した容疑を裁く後半でも被告として出廷した。検察側はアリー・ハサンがファイリー・クルド人の強制移住やクルド人家族の引き離しを主導したと主張した。 3月17日は1988年にハラブジャで化学兵器を使用して住民を虐殺した容疑で裁く審理が高等法廷で始まりアリー・ハサンも被告人として出廷したこの日はハラブジャ事件が起きてから21周年にあたる日であった2010年1月17日法廷はアリー・ハサンを ハラブジャ事件において主導的役割を果たしたと認定し、人道に対する罪で4度目となる死刑判決を言い渡した。この日の判決後半には、ハラブジャ事件の犠牲者遺族も傍聴しており、死刑判決が言い渡された瞬間、遺族たちは歓喜し、神に感謝と裁判長に感謝する言葉をかけた。一方、党のアリーハさんは一言も発せず、静かに判決内容を聞いていた。 しかし後に処刑された際の BBC の報道では、アリー・ハッサンは判決言い渡しの瞬間、裁判長が公主刑に処すると発した際に、神のご加護あれと一言発しており、BBC もそのように伝えている。8月2日には、旧政権が1980年代にイラク北部で推し進めたアラブ化政策を実行し、同地に住むクルド人に対して、 強制移住と民族浄化を行ったとして、アリーハさん・ハッサンは禁錮7年の判決を言い渡れた。これ以外にも、アリーハさん・ハッサンは1991年にイラク南部の湿地帯に住むマーシュアラブ人に対して化学兵器をも使用した大量虐殺を行った容疑で起訴されており、8月7日、42人の共同被告と共に裁判所に出廷していた。 2007年9月4日、イラク高等法廷、第2審は、アンファール作戦における、クルド人残殺により、死刑を命じた第一審判決を指示。これにより、アリー・ハサンは30日以内に死刑が執行される、はずであったが、10月3日、ラマダン中により延期された。ラマダン後には執行されると見られたが、その後、アリー・ハサンと共に、死刑判決が出され、 一緒に処刑されるはずであったスルターン。ハーシム・フマドアイコール・ターイ・モト国防省と、フセイン・ラシード・アルイコール・ティクリー・ディー、元軍総司令部総長の御社をめぐって、イラク政府内で意見が対立し、現在に至るもアメリカ軍の真剣下にあり、ヌー・ディー・マーリー・キー首相は、アメリカ側に、アリー・ハサンも含む3人の死刑囚の身柄の、イラク側引き渡しを求めていた。 2008年2月29日、イラク大統領評議会は、アリー・ハサンの死刑執行を認める法案に署名した。これにより数日以内に刑が執行されることになった。他の2被告、フセイン・ラシード及びスルターン・ハーシム・アフマドについては、軍人として命令に従っただけであり死刑は、重すぎるという意見を、タラバニ大統領及びダーリク・アル・イコール・ハーミー、副大統領が主張し、 二人の死刑執行を認めなかった。しかし、マーリキー首相以下、イラク政府は、上記二人の死刑執行も認めなければ、アリー・ハサンの死刑執行も行わないとしていた。2010年1月25日、イラクのアリー・アルイコール・ダッバーグ政府報道官は、アリー・ハサンが、ハラブジャ事件の容疑で、同日に、公主刑による死刑を執行したと発表した。場所については明らかにされていない。 これで、旧サッターム政権幹部で処刑されたのは、サッターム、バルザーニ・ブラーヒーム・ハサン、アワド・ハマド・バンダル、ターハー・ヤーシーン・ラマダーンに次いで5人目となった。また、イラク国営テレビ、あるイラキーヤは、アリー・ハサンが処刑される、直前の写真を報じた。AFP 通信が配信したテレビ画像によれば、アリー・ハサンは、オレンジ色の囚人服を着せられ、目出しのない黒いズキンを、 頭から被かせられ、首に縄をかけられた。政府報道官によると、サッドアームの処刑時と異なり、立ち会人や監守が声を上げたりすることはなかったという。遺体は27日午後10時に、故郷アウジャ村の墓地に埋葬された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。